スジゲンゴロウは、高中木ゲンゴロウかゲンゴロウ赤、島ゲンゴロウ属の水生昆虫。インドから東南アジア、中国などに生息している。かつては日本でも本州異星の平野部で普通に見られる種だったが、高度経済成長に伴う生息環境破壊により、日本国内からは急速に姿を消し、2012年の 第四次環境省レッドリスト海底で全滅種に選定されている。体型はやや長めの卵型で体長12から14.5ミ、mm、リメートル、もしくは12から15ミリメートル。背面はやや盛り上がり、大部分が光沢を伴う黒色だが、頭部前半、全胸背両側は黄色く、一様に小さい天国がある。上羽両側には全胸背両側から連続して黄色。 高褐色の縦状2本があり、中央より、やや後方で2本が合流して、高子端付近まで伸びている。覆面、足は、赤葛色。本種が属する島原五郎族、ハイデッキカスリーチ、1817は、世界中にて、約100種が記録されており、同族の島原五郎エイチボリン・イ・クラーク、1864は、全教瀬のほぼ全体が黄色く。 上羽基部に一体の気化し植物がある。また薬島以南の南西諸島に分布する沖縄筋ゲンオロウエッチビタタスは上羽両側の二縦条が中央前方で合一する点で区別できる。本種は、イタスではハイデエッティカスサトイは和歌1975として掲載されており、森、北山及び中島、林、石田、北野でもそれぞれハイデエッティカス属として、 掲載されているが、2009年には遺伝子の解析結果から、ハイデーティカス族を含むシマゲンゴロウ族、ハイデイティッチニーをハイデーティカス族とプロダタカス族の2族へ再編成する学説が提唱されている。一方でニルソンハイックでは、ハイデイティッチニー族をハイデーティカス族のみとし、プロダタカスはア族とされている。 環境省では本種を全滅種として掲載した第4次、レッドリストより、本種の学名を、ハイデーティカスサトイから、プロダタカスサトイに変更しており、2020年版、レッドリストでも、本種を、プロダタカスサトイ、同族の沖縄筋玄五郎及び、島ゴ五郎に関してもそれぞれプロダタカスビタタス、プロダタカスボリーリンイとして掲載している。南方系の種で、日本では主に、 関東地方異星の太平洋側に生息していた。国内では、本州、四国、九州、南西諸島で記録されていた。基準標本の産地は雲仙岳。日本国外では、朝鮮半島、中国、台湾、東南アジアインド北東部に分布する。また、別アシュエイチ、サトイドーファーンシスプアデルゼェニー200、2003はアラビア半島オマーンから新たに記載された。 平野部丘領地の地象、湿地、水田、急行田に生息していた。生息に適した水域は、比較的浅く、一年中水が枯れず、水生植物が豊富で大型魚類、アメリカザリガニがいない環境とされる。生態は解明が不十分だが、成虫、幼虫とも小動物を捕食する。成虫は、水中で生活する肉食性昆虫で、 10日にも飛来し1年中見られる。野生個体は5月上旬頃から交尾を行うが、9月上旬にも交尾した記録がある。交尾時間は約1分間で、オス成虫はメス成虫の背中に前足吸盤で張り付いて交尾する。交尾後、メス星虫は6月中旬から7月中旬にかけて水生植物、固形物の表面に散乱する。 メス生虫一頭が一シーズンに産卵する数は12から17個と考えられているが、これは一シーズンにメス一頭が約50個産卵するとされる同族の大一文字島ゲンゴロハイデーティカスパシフカスカンスパーシスレイジンバート1899に比べてかなり少ない。卵は5から6日程度で孵化する。幼虫も生虫と同じく水中で生活する。 肉食性昆虫で、ユスリカの幼虫や、カゲロウカワゲラの幼虫、ワラジムシメの水虫など、成長に応じて、自身の体調に見合った、水性小動物を捕食する。幼虫は2回脱皮し、修齢幼虫はカキに上陸して、岸辺の土中で養化する。サナギは、土中のサナギ室内で羽化し、産卵から新生虫のサナギ室脱出までに要する。期間は、 約35から36日である。かつては平野部で普通に見られる種だったとされ、1950年代以前に採集された標本が多数残っているが、高度経済成長期の生息環境破壊で姿を、消し、1970年代以降は明確な記録がない。環境省レトリストでは2000年2007年の海底にて絶滅危惧愛類に選定され、 2012年の海底で全滅種として選定された。急激な絶滅の要因には不明点が多いが、平野部に偏って分布する種だったため、生息地の消失、改変や1960年代の強力な農薬の大量散布、該当設置などによる影響を強く受けたことが考えられる。特に農薬に対する感受性が非常に高かった可能性や、 メタ個体群構造の崩壊が急激な絶滅の要因として指摘されている。石川県ふれあい昆虫館は海外産の本種個体を用いた人工繁殖に成功し、2017年11月11日から日本国内初となる生態展示を実施している。ありがとうございます。